はい、どうぞ。はい、千葉なんですけれど、神奈川からも本当にバカにされるし、埼玉には勝ってると思ったらすごい埼玉からもなんか結構東京の名前使ってるとかいろいろ言われて、千葉がもうあれがあかんねん、東京ドイツ村が、あれは俺も初めて聞いた時もすごい県やな思ったもん。そうですね、東京とドイツを両方借りてますから。そういうのはちょっともう我々、まあ、もう言われ続けてたんで。じゃあディズニーランドもそうか、ディズニーランドとかももう言われてますし、けど考えてほしいんですよ。何を？埼玉に行かないで人生って終えられると思うんですよ。そんなことないだろ。埼玉は立ち寄らずに人生終えられると、はい、千葉は違うと、千葉は一回寄らないと、はい、人生終えられる日本国民はあんまりいないと思うんですよ。まあまあ確かにね、まあ、確かにディズニーもあるし、ね、そうなんです。ディズニーランドもあるし、成田空港もあるし、はい、あでもそうか、そうなんですよ。でも埼玉行かないで、まあね、一生終える国民ってなんか、うん、多分8割から9割ぐらい。埼玉はあの営業とか劇場も大宮にあるんですけども、あそうかそうか、吉本劇場が、吉本があるからな。確かに大宮は人がすごいんですけども、うん、なんかとりあえず時間あるからみんな大宮に集まってるけど、うん、大宮に行くけどとりあえず何すればいいか分かんない、うん、みんな何をしていいのか分かんない人が大宮に集まっちゃってるんですよ。そんなことあるか。そういうことはあってんですよ。考えたらそうやわ、さっきももうこれやっていうものがないって言ってたやろ。セラはないから、ああどの県にも歩み寄れるんです。え優しい気持ちを持てるってこと、埼玉県民は。でもこう千葉にバカにされたら腹が立つやろ。でもいや、もうピーナッツ食ってろって思いますよ。ひどいこと言うな。ひどいこと言うよ。ピーナッツ作ってろお前たち。いいよ、うちの相方にも言われましたわそれ。ピーナッツだけ食ってろって。たまに話すのが、うん、ちょっとこれは極端かなと思うんですけど、間違ってないなと思うのが、千葉は本当に国として機能するんですよ。千葉は国として機能する。例えばですよ、うん、埼玉が孤立したとしてください。あ、みんな孤立したと考えましょ う, そ, うその時に埼玉は本当にもう2週間持つか持たないかだと思うんです。何を持ってるんですか。ウォーキング埼玉、ウォーキング埼玉、ウォーキング埼玉。千葉はもう海産物もあるし、山のものもあるし、そうなんですよ。あといざとなったら本当に成田空港から飛び立てるんで。成田空港いいですよ。じゃあ考えたらそうやな、はい、あと外交もできますから、成田空港と船もたくさん、そうなんです。あ、船も出るし、はい、海もすごい綺麗ですからね、はい、千葉は、はい、はそうや、埼玉お前そうなれば孤立したと考えてみよう。お前ら海がない、はい、でも埼玉ブロッコリーの生産すごいですから。体に一番いいの、ブロッコリーは体に一番いいの。あとクワイとかも作ってます。クワイはクワイだよ。クワイは受け取れバカタレ、クワイで受け取れそのまま、クワイを説明して受け取れバカタレが。クワイは何だ、クワイだよ、クワイって何だ、クワイだよ、だからクワイなんだよ。クワイって何や、クワイ出せんだろうかよ。クワイって初めて聞いたよ。クワイだよ、覚えてたバカタレ。お前が聞くから、クワイってなんだ、クワイってなんだってお前。すいません、優しく言うたね。クワイって何。俺は知らんで、怖いって何だ。お前は自慢気に怖いって言うけど、いけいけ、春日、次春日や。あ、私ですか。ここでポカンと一発。いや、だからその千葉はいわゆるそのまあ埼玉に勝ってるだとか、うん、東京に近いだとか、まあ、言ってるんですけど、外房の方なんかは千葉の、はいはい、もう半日ぐらいかかりますかね、うん、ああ外房は、ね、その距離は近いかもしれないですけど、うん、行く時間ものすごいかかるかかんのか、お前ら大阪行く方が早いですからね。あ、千葉降りてくるより東京大阪の方が近いのか。近いですよ、時間的に行くと。かかりますね、時間。なんでその時間かかんの。その新幹線がないから。電車が不便なのか。確かにそれはあります、ね、高速バスとかで私はいつも使ってるんですけど、うん、高速バスで、はい、それでも2時間弱かかります。2時間じゃ遠いねんな、やっぱり。そうなんです。でもそれだけの価値があります。そうですね、それだけね、素敵な景色がね、見えるし、ゆっくり見た方がいいもんね、在来線で。そうそうそう。
番近いリゾート地っていう形だと思うので、あの本当に海も綺麗ですし、ご飯、あと温泉もありますし、あ、千葉温泉あるのか。あります、あります。埼玉も温泉あります。あります。秩父温泉ありますよ。秩父温泉、スーパー銭湯にも。スーパー銭湯、そんな持ち出したら好きなんよ。出してくんのやめよう。ちにはスーパー銭湯がある。千葉はどこの温泉が有名なの？何々温泉っていうのはないんですよね。千葉ないのか。でも湧いてるんですけど。うん、湧いてるの勝手に。勝手に湧いてます。勝手に湧いてくるんだよね。そういうもんだからね。湧いてきたみたいな。斉藤、斉藤、温泉ってそういうもんだ。そうか、千葉は欠点で温泉、とかない。こう観光旅行的には不利だということか。観光庁の人も、うん、ここはこの温泉っていう千葉のなんとか温泉ってやつがないっていうのはちょっと嘆いてました。あ、うちはないんだと。タイトルつければいいんですよね、きっと。じゃあ、まあ、森田健作さんのやり方が若干あるかもしれない。こじるりちゃん今日飛ばしすぎだよ。